3年間お疲れ様でした。まあ、僕は教師1年目でこんないい思いをしたのは多分もう全国で一人だけだと思います。いろんなところに連れてってくれて、インターハイも準優勝させてもらって、インターカップのこんな大きいメインコートさせてもらって、すごい3年生には感謝しかないです。で、ね、試合に出れなかった B チームの3年生も最後まで一緒練習に残って A チームのためにいろんなことをしてくれて本当に助かったと思います。出た3年生はその分、その思いを背負って本当に一生懸命戦ったと思うから、それは誇りに思って、次の、ステップに出していってください。3年生ありがとうございました。ありがとう。お疲れ様でした。3年生とは3年間ちょっといろいろ関わらせてもらって、本当感謝します。ありがとう。ちょっとなかなかうまく言えないですけど、今までね支えてくれた人いっぱいいると思うし、感謝絶対忘れんように。3年生はね、特にしんどい時期一緒に過ごしてきていろいろあったけども、最後まで支えてくれたし本当感謝します。で、1年生はウィンターカップのやっぱりこういう独特の空気感と悔しさをしっかり受け止めて、必ず来年またここで勝負するっていうね、覚悟でまた全員で行きましょう。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。どうぞ。エースと埋めてこいって意味で歌わせてもらったと思うのに、最後自分が日本もテリポイできるなんて負けてしまって、本当にすまねえでした。本当は先生たちの応援が一致して最後パッと終わりたかったんですけど、まあ、正直まだ今もよく分かってないんですけど、もう東山リアルバスケはもう終わりなんで、ここから新衛星がまた頑張ってくれると思うので、これからも応援お願いします。何を喋っていいかわからないけど、まあいろいろあったわな。なあ、でもあっというのはあるか。先生はやっぱり勝つ集団を作りたい、勝ち続ける集団を作りたい、その勝ち続ける要素は、持ってるチームだと思う、だからきついこともやってきたけど、勝たなかったら足りなかったのかなとか、もっとやれたのかなって思ってしまうんだよな。だから今日のこの1回の負けがあなたたちにどういう経験をもたらすのかっていうのはこれからの自分たち次第だけど、
日本でよくやったんだよ先生からしたら。インターハイも準優勝して本当は優勝しなきゃいけないチームだけどよくやったと思う先生、それは自信持っていいと思う。だけど勝負の世界で生きていくためには勝ち続けなきゃいけないし、やっぱり注目されるチームでいなきゃいけないし、そういう自覚を持った行動を取らなきゃいけないし、いろんな部分で君たちにとってはすごくいい経験ができたと思う、だからこの1回の負けがだけでお前らを否定されるのは先生すごい嫌だから、非常によく頑張った代だし3年生もよく頑張ってくれたと思うけども、勝負の世界もう一回考えてほしい。次のステージで頑張る奴らはそれを胸に刻んでやってほしいし、1、2年生どういった思いで次につなげるか、先生もすごく楽しみにしてます、ここだけで全部が済むわけではないと思うので、3年生は本当によくやってくれたと思うし、非常にいい経験をさせてくれた代だったと思うので、泣くな、悔しさで泣くのは分かるけどもよくやったと思う、その部分は先生も評価するからしっかりそれは次につなげてください。陸上と3年生という3年生、3年間本当にお疲れ様でした。やっぱり3年生と2年間こうやって強して本当に3年生には文句の言いどころがないような、本当に全員がチームのことを思って頑張ってきたと思います。やっぱ2年生でもこうやって東山のエースとして重大な責任を任せられて、本当に最後こういうベスト8という形で終わってしまったのは本当に申し訳ないですし、やっぱり自分でも情けないです。3年生は次大学っていうカテゴリーに上がっていくと思いますし、やっぱり次のステージに向かって全力で頑張ってほしいです。1、2年生は今日の悔しさを絶対忘れないこと、次の練習からは今までとは違った東山を作れるように全員で頑張っていきたいと思うので、3年生もこれから応援よろしくお願いします。ありがとうございました。1年間ゲームキャプテンをやらせてもらって、本当にプレー面でしかみんなを引っ張ることができなかったんですけど、本当に情けないし全然わがままで、全然チームのためを持ってこうできたかわかんないけど、本当についていってくれてありがとう。後輩たちは本当にこの悔しい気持ちを忘れないで来年から頑張ってください。3年間こんな生意気な自分を育ててくれて本当に見せないで育ってくれてありがとうございました。はい、今日頑張った。3年生終わりです。はい。行こうぞ。はい、よう頑張った。はい。もうありがとうな。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 どうお前いいよ。頑張れ、お前好きだな。またよう頑張ったな。ありがとうな。アクトには世話になったな。ありがとうな。ありがとうな。なあ、いや、今日は頑張った。ありがとうございます。
まず次で頑張れよ、ね、頑張れよ、わかった、はい、あと飲むよ、やるか。はい、じゃあ今日俺これ終わり、また切り替えて次1年生頑張れ、はい、また明日帰ろう、はい、どうした、どうした、1年目から怪我をして入ってきて、まあ、怪我が治っても試合に使ってくれた本当にその先生には感謝してて、で2年目はなかなか結果を残せずに全国大会ということができなくて、で1年間悔しい思いしたんですけど、まあ、3年目になってやっと出れた全国大会で初めて準優勝を取れて、まあ、それに満身せずに冬までやってきたんですけど、やっぱり最後本当に日本一っていうのを取るのができなくて本当に悔しいですけど、この悔しさをバレに大学に向けて頑張っていきたいなと思います。まあ、本当にみんな明るくて、やっぱ関西人っていうのは本当にワイワイ盛り上がるっていうのが東山の良さだと思います。やっぱり勝ちたいっていう気持ちですね。やっぱりもう負けたくないっていう気持ちがあって、やっぱり勝ち続けたいっていう気持ちがやっぱり自分たちの原動力になったんじゃないかなと思います。そうですね、まあ、3年間本当に自分の中が生意気で何度も衝突したことあったんですけど、やっぱり見捨てずに本当に育ててくれたのは本当に感謝してます。そうですね、インサイドのプレーをやらせてもらったので、やっぱり中の強さを継続しながら、やっぱりアウトサイドのプレーもしっかりやっていきたいなと思います。3年間応援ありがとうございました。引き続き東山の応援よろしくお願いします。ボス、本当にユウとリク、ウナギとか全員が伝えてくれて、最後残り2分で本沢先生にお前が止めてこいってことで崎山選手つくために試合出させてもらって、でもそこで最後自分が止めなくて、みんなが3年帰ってきたのを全部崩してしまって、本当に申し訳ないしかないです。本当に特に2年生の時にインターカップにもインターハイにも出れなくて、でも沢先生にお前キャプテンやるんだからお前がしっかりチーム引っ張れって言われて、ゆうと2人でキャプテンで3年間引っ張ってきて、うわきついことばっかだったけど、最後の3年生の時はもう本当に笑って楽しいことばっかで、とにかく小学校来れてよかったなと思いました。今後3年生は本当にバラバラな道になって、多分同じ学校に行くのもほとんど少ないと思うんですけど、最後こうやってバスケ頑張ってたらまたどっかで会えると思うので、また会えた時にこれ東山来れてよかったね、お前よく頑張ってんなって言えるように頑張りたいと思います。大沢先生には
本当に最後優勝して今の優勝ね最後胴上げして大沢先生にも笑って終わってほしかったんですけど本当にいやもう大沢先生以上の先生はいないと思っているので感謝しかないです。でも お父さんお母さんお姉ちゃんは京都まで自分を行かせてくれて最後までずっと応援にずっと試合の時も応援に来てくれて本当にもう頭が上がりません。それで勝てなかったら申し訳ないんですけど本当にとりあえず帰ったら感謝の言葉を伝えればたいと思います。みんな笑って笑ろう、みんな笑って笑ろう、みんな笑って笑ろう、ありがとう、ありがとう。お祝いしたい、お祝いしたい、頑張れ、頑張れ、最後、最後、ゴー！